はい、どうもふめでおです。ジャミルがやっぱお強いので、やっぱガチャ引くしかないでしょうということで、ガチャ引いていきたいと思います。皆さんのですね、ガチャ結果とか、引いたかどうかの、コメントぜひよろしくお願いいたします。自分スキル3まで育てたいんですけど、スキ3だね。はい、200万ぐらい使っていこうかなと思ってますけども、確率はね 7% ということで、スキルマンはそんないない、1体しかいないですね。もともと 7% の確率ということで、なかなかのやつなんで、もう引くでしょ。おい、さてよろしくお願いします。スキル3だと4体でスキル3か。どっちにしろ4まで上げちゃうような気もするんで、スキル3の 75% ぐらいまで一旦育成したい感はあるんですけどね。でね、ジャミルはね、スキルレベルごとにおそらく個性値が変わってるはずなんで、スキル1ね、そんなコイン入ってなかったんですよね。10消去で50何消去とか入ってたんですよね、確か。それがね、そんな入ってなかったんで、多分育成する価値はね、だいぶあるんじゃないかなと思ってます。ただジャミルはね、クソ難しいってことてか 15% の確率ですよね。 7%8% でまだ出ねえんだけど、なんならグリム出ちゃったんだけど、そんな出ねえやつですか。そんな出ねえやつなんですか。よろしくお願いしますよ。うい。嘘だろ。確率アップ中だよね。やっと来ましたね、ルークの方が。欲しいのはジャミルなんですよというところなんですけど、いや物欲来てます。これ物欲もう本当強いツムが本当に今年、去年の終わりあたりからずっと続いてるんで、新ツムほんと毎月楽しみですよね。で今まではさ、マイナス補正が当たり前みたいな感じだったんですけど、プラス補正のねツムがね、なんだかんだずっと来てるんでね、そこもね熱いっすよね。プラス補正ツム、いやよし、ナイス。ジャミルはなんか1段階ずつ上がっていくような気がしますね。最大が6段階なんで、スキル1が1で23456って上がっていくような気がするっす。ちょっとまだ調べてないんでわからないですけど、ルークはすごい来てます。ルークも3体来てます。7% なんで、セレボのちょっと出ないぐらいなんで、100万で2体はやっぱ欲しいよね、最低ね。でルークは今絶賛上振れてるという感じですね。8% だからそうですね。全12種で 8.33% なので、それで今もう3体出ちゃってるんでね。ジャミル、シンデレラ来たシンデレラ来まして。シンデレラもね全然使ってないですね。どうす、皆さんコイン溜まってます？こんだけなんかさ、毎月ね強いツム来て、セレボなんかもねこの前マレウス来たしという感じで、コインがどんどん減ってってるんじゃないかなと思うんですけど、皆さんの持ちコインなんかもね知りたいですけどね。三がにセレボね、もうね再販しちゃったから、再販した時にまたがっつり引いちゃってみたいな感じで、常にコイン枯渇状態説ね、みんな今。その説はねありますね。ジャミルが出ねす。もう100万使ってますけど、ジャミルまだ1体しか来てないんで、まあ下振れてますね、完全に。完全に下振れておりますが、よろしくお願いいたします。ルカ・パグーロ、ルカ・パグーロ。皆さんツイステは やられてるんですかね。つむつむ勢の人でツイステやってる方どれくらいいるんですかね。自分もまあ初めてツイステはあれだな、つむつむのコラボ、つむつむとのコラボが始まる前から一応ちょっとやってたんですよね。まあストーリー、本当にストーリーメインで、なんかちょっとなんか自動のバトルがあったりとか、まあリズムゲー、音ゲーがあったりみたいな、そんなゲームなんですけど、まあおもろいはおもろいっすよね。ストーリーとかね、よし2体目下振れてますけど、そう、キャラクターがね喋ってくれるんで読まなくてもいいんでね。アニメ見てる感覚とまではいかないですけど、そう、そんな感じでね、そう楽しめますよ皆さん。自分はちょっと時間がなさすぎてやってないんですけど、時間あればね全然やるんですけどね。さあ、あとちょっと最低1体は欲しいけど、もう150万使ってますよ。150万使ってます。大丈夫そう？スキル3の 75% ぐらいまでいけるかなと思ったけど、全然いけねえわな。7% じゃね。スキル2か。あと2体だ、あと2体。あと2体手に入れないと終われない。200万で終わるつもりだったけど、全然終わらねえわ、これ。自分はね、なんかね、ペア積むとかの方がね、なんか知らんけどね、紙引きするんですよね、よくね。その傾向があるんですよね。エルオラの時だけは唯一全然出なかったんですけど、あー、ルーク4体出ましたね。ジャミル下振れてるなマジで。200万で2体はだいぶやってますね。ルーク出てんな、5体目か。あと1体は手に入れておきたいな。おー、出過ぎやろ急に。6体でしょ。めっちゃ出てるやん、めっちゃ出てるやん。ジャミルにしてくれ、そこの枠ジャミルにしてくれマジで。ドリー白雪、あれですよね、2024万ぐらいだったっすよね始めたの。まあプレチケ使ってるから、まあ2027万ぐらいだと思うんですけど、もうよし3体目。あと1体、あと1体。200万で終われる？あと3回、あと3回ぐらいですけど、あと3回ぐらいなんですけど、新ツムの評価と引くべきかの動画ね、まだ見てない方はね、ぜひ見てください。ちょっとジャミルかと思ったね。雰囲気ジャミルじゃない。色合いと髪型もちょっと似てるよね。まただよ。さあ、200万使いましたが、スキル3にならんかったと。マジか。7% でもだいぶきついっすね。トンスケ。あと1体なんだけどな、なかなか渋いっすね。アリス。このままどこまで掘るんやっていう感じなんですけど。トマトは、トマトアも座ってますね。エルさん、よろしくお願いいたします。全然出ません下ぶれてますね、やっぱり。マリー、7% と 8% の違いってそんな出ます？6体と3体でしょ、倍違うやん。確率上じゃあそのぐらいさ。よし撤退しまーす。一旦撤退しまーす。キルさんありがとうございます。はい、ということで、はい、コインはね、まあ、230万ぐらい使って、ようやくスキル3まで育ったということで、まあ、7% だとこれぐらいになるのかなという感じですけど、とりあえずお気に入りには入れておきましょうか。はい、ということでね、まあジャミルバイパーね、まあ、絶賛強いんで、まあ、コレクションとしてもね、取っておいては欲しいんですけど、まあガチ引く人はね頑張って、引いて、ぜひこの動画にねガチャ結果のコメントですね、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。